おはようございます。今日からティモローランドに遊びに行きます。なのでメイクします。フューズリップラネージュのチョコミント味。昨日は一日観光っていうかめっちゃ遊びました。普通に初めてベルギー来た、てかヨーロッパにも初めて来たんですけど、パピーっていう友達が来てくれて、彼もトゥモローランドに日曜日行くらしいんですけど、それで昔一緒に遊んでたからめっちゃ久々に会えて、超一緒にいろんなとこ連れてってくれてめちゃくちゃ楽しかったです。日焼け止め、なんかこっちは結構涼しい、最高24度とか26度とかで最低が10何度とかまで下がるんですけど、涼しい夏って感じ。じゃあファンデーションはこれゲットしたんですよ、エスティローダーのやつ。結構ティモローランドっていうのは世界のビッグフェス、 EDM 系のダンスミュージックとか別打ち系のフェスなんだけど、もう世界観規模がでかすぎて、もう世界中から人が集まってるようなやつなんだって、うん、セットとかも多分すごい、相当すごいだろうし、もちろん出てるアーティスト DJ ももうトップレベルしかいないみたいな。あんまりよりでも詳しくないんですけど、すごいトゥモローランド行くって言ったらいいなとか、行ってみたいとか、人生変わるとか言われたけど、どうなんだろう、すごそう。そんな様子をお届けします。結構初ヨーロッパだから街並みとかが行ってるだけでめっちゃ楽しい、綺麗だしクラシックな感じ、なんか日本とは本当に全く違う。でも大体のヨーロッパはこういう街並みらしい。こういうチークハマってます。眉毛はなんか英語、フランス語、スペイン語とかなんか結構いろんな言葉が混じり合ってる。英語だったらさ、なんとなくっていうかもう分かんないけど、なんか大体キャッチできるじゃん。ブラシもっと持ってくれば、キラキラじゃない普通の色、このキラキラでもつけようか。まつげは行きたい。キャンメイクのインライナーで、こっちとこっち閉まる。目頭だけちょびっと入れました。じゃあ普通にラインもしようかな、ちょびっとだけ。左右対称じゃない、ちょっとなんとなくカラーライナーしたいな。スノーマンベイビー、今日はベイビーだね。ちょっとだけ見える、ちょっと見えればいいぐらいの薄めにつけました。伸びたの、これで今日はいいかな。デイワン行ってきます。お腹すいた、うまっ。もうちょっとで中に入ります。すげえマジ広、中に入ってうろうろします。楽しみ。すごいドラゴンブース、バドワイザーステージがすごい、すごいんだけど、わー
今日は6時からトゥモローランドに行くので、それまで自由時間なので、ハッピーと合流して何かします。今日はバドワイザーのオステッドユース。おはようございます。ランチ食べます。ハロうまそう。シャネル、ペラガモ、ディホー、ルイ・ヴィトン。Here is 表参道、like a 表参道。天気良くなった、雨降ってたのに、いきなり変わる。めっちゃいいじゃん。グッチ来た、グッチ。でかっ、グッチ。In Spanish, Noria. Noria. But I don't know French. French, okay. 観覧車。観覧車。Yes. Wow, so high.Yay! Do you know in Brussels? Yes. In Brussels. In Brussels. Brussels.
夕方から来たんですけど、今もう11時前、あと帰るだけなのでご飯を食べてます。パスタ、ちょっとだけ寒い夜は。3日目は雨です。ちょっとだけ。閉まんない。閉まった、やった、絶対30キロオーバー。はい、これから帰ります。ベルギーにトムローランドのために来たんですけど、バドワイザーの、バドワイザーがトムローランドの一番大きなビッグスポンサーみたいな感じらしくて、それで一緒に連れてってもらったんですけど、なんだろう、もう世界観もすごいし、もう規模が全部全然でかいし、世界中からいろんな人が遊びに来てて、めっちゃ盛り上がってて、それぞれ楽しんでて、すごい、もう見たことない、経験したことない、すごい空間でした3日間行ったからすごい疲れちゃったけど、いや、これは一度は経験してみたい、してよかったって思った経験でした。そうですね、ベルギーもめっちゃ楽しかった。とりあえず今から帰ってそば食べたいですありがとうございました。You're the best out of all of them. I read every letter you sent.